神奈川県出身山田秀樹21歳です、えっと。自分の特技がダンスです。で趣味が映画鑑賞だったりあとショッピングに行くことです。チャームポイントがよくレッサーパンダだったり言われるんですけどこのタレ目です。最近ハマっていることが。 おうちでコーヒー豆をひく機械を買ってそれで自分でコーヒーを入れて好きな音楽を聞いてゆっくりすすることです自分がこのオーディションに参加した理由がもともと友達に勧められてこのオーディションをしたんですけど自分でチャンスをつかみたいここで勝負に出たいって思って応募させていただきました。 自分の武器は、えっと、もちろんダンスであとは気持ちでなんか <laughs> どんな壁にぶち当たってもこう最後までやりきるっていう強い芯の強さを見せていけたらなと思ってます。自分にキャッチコピー結構かわいいかわいいっていうことを言っていただくことが多いんですけど。 パフォーマンスでかっこいい姿を見せられるようにこうギャップ萌えを狙っていきたいと思います。えー、憧れのアーティストさんが三浦大知さんです。えっと歌とダンスもう本当にどっちも言葉にできないぐらいのパフォーマンスで初めてそのライブを見に行かせていただいたときにもうそこからもう ずっっとファンになってししままいました、えっと、歌とダンスこのパフォーマンスはもう自分たちが持っている最高のパフォーマンスを国民プロデューサーの皆様にお届けしたいと思ってるのと国民プロデューサーの皆さんと一緒に成長していけるグループになれたらなと思っています。 国民プロデューサーの皆さん、えっと、自分が持ってるダンスのスキルまだ自信はないんですけど歌のパフォーマンス自分が持ってる最大限の力を発揮できるように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。